ダニエル・モレロンは、フランス・ブールガン・ブレスの元自転車競技選手であり、元フランス自転車ナショナルチームのコーチであった。また、レジオンド・ドヌール勲章を受賞している。1964年の東京オリンピック、スクラッチ種目で銅メダル。さらにスプリントでは、1968年のメキシコオリンピックでは、決勝でジョルダーノ・トリニーを、1972年の ミュンヘンオリンピックでは決勝でジョン・ニコルソンを破って金メダル獲得した。1976年のモントリオールオリンピックでは決勝でアントン・トカシュに敗れて銀メダル。またメキシコオリンピックではピエール・トランタンと組んでタンデムスプリントでも金メダルに輝いている。世界自転車選手権アマチュア部門のスプリント種目では1966。 1967, 1969, 1970, 1971, 1973, 1975年と、計7回優勝。また、1966年には、トランタンと組んで同大会のタンデムスプリントでも、優勝を果たしたが、同大会同士牧の初代王者である。他にもグランプリドパリなど、多数のタイトルを獲得。 1977年に現役を引退。翌年よりフランスナショナルチームのコーチに就任する。ところで、モレロンはオリンピック開催年である1968年1972年の世界自転車選手権に参加しておらず、世界戦に参加した年だけを見てみると、都合6連覇。そしてオリンピックを含めると、世界大会では、 なんと8年連続優勝を果たした。この記録は中野孝一の世界選手権、プロスプリント10連覇に匹敵するものであり、後にモレロン対中野という夢の対決が実現することになる。第一戦を退いたモレロンに再度現役復帰の白羽の矢が立った。それは1980年の世界自転車選手権が地元フランスのブザンソンで開催されることが決まっていたが、 プロスプリント3連覇中の中野光一を倒せるのは、モレロンしかいないと目されたからであり、モレロンもフランス自転車会の立っての希望を受け入れ、プロ選手として36歳で、現役復帰を果たすことになった。また、中野にはたびたび臨時コーチとして、日本へ行った際にも指導を行っており、手の内を知り尽くしていたことにも起因していた。プロ選手として、地元の世界戦に挑んだ、モレロンは、 まず、この大会から、世界自転車選手権の正式種目となった競輪で、銀メダルを獲得するという上場の成績を収め、ついにその後行われたスプリント準決勝で、中野と対戦することになった。中野は、レース前、一度第一戦を退いた、モレロンをカンプなきまでに叩きのめさねばならないという、思いで挑んだという。結果は、 中野の圧倒的なパワーの前にモレロンは乾杯した。3位決定戦にこそ勝ち同メダルを獲得したものの、これ以上プロとして現役を続けていても中野がいる以上、絶対に今後、彼には勝てないという思いから大会終了後に現役引退を表明した。ちなみに、この大会の同志国は、もちろん中野が優勝。そして、 中野は後に同種目十連覇の偉業を達成することになる。またモレロンをこの大会で破ったことに敬意を表し、以後中野はフランス国内では無視と呼ばれるようになった。再び高知業に専念することになった。モレロンはヤーベ・カールやフィリップ・ベルネといった選手をコーチし、自ら育てた教え子に打倒、中野を託したが、中野はことごとくこれらの選手を打ち破った。 1990年、フランス首席コーチに就任。指導した選手が1996年のアトランタオリンピック、2000年のシドニーオリンピックの女子スプリント金メダリストとなったほか、1995年から1999年まで、世界自転車選手権の500メートルスプリントの2巻を達成したフェリシア・バランジェのほか、多くのオリンピック、 世界自転車選手権メダリストを輩出した。ありがとうございます。